ニメ、ゲーム、日本にはクールなカルチャーが山ほどあります。特撮、ヤクザ映画、時代劇、日本の実写作品も素晴らしいものでござる。イエース、中でも素晴らしいのは忍者です。ジェニファーたちは忍者になりたくて日本やってきたです。ジェットレースも大事だけど、忍者になることはもっと大事でござる。でもどうやって忍者になればいいのでござろう。それならノープロブレム、本物の忍者に会えるシークレット情報を入手したです。おお、それなら早速忍者に会いに行くでござる。なんなのだ。ワクワク、ドキドキ。ものすごく綺麗な瞳で見つめてくるのだ。かぐや様、助けてほしいのだ。そう言われましても。マッククラマール殿、You はリアル忍者ですね。これはまさに東大元暮らし。幸せのブルーバードは近くにいたでござる。確かにクラマールは四十院家に代々仕える忍びの末裔ですが。満腹クラマール殿、ジェニファーたちに腹切りを教えてください。腹切りなのだ。エミリーは火遁の術と水遁の術に水晶走りのやり方も教えてほしいでござる。忍者のことをたくさん教えてほしいです。忍びのことに興味があるのは嬉しいのだ。でも教えることはできないのだ。ならジェットレースで勝負です。え、それでレースに勝ったらエミリーたちを忍者にしてほしいでござる。なんて強引ね。でも勝負と言われて逃げるわけにはいきませんわ。クラマル、いいですわね。かぐや様、わかったのだ。厳島公園、緩やかなカーブからの後半の急カーブ、沿道からの応援を力に変えて駆け抜けろ。市外での観客の華やかな声援と自然あふれる落ち着いた公園を同時に堪能できるものの、うかうかすると敗北一直線。
してお宝なし、今でござる。ワンダフォました。思っていた以上の成績。よく走りでした。アメージング、最高です負けてしまいました。ごめんなのだ。勝負に負けてしまったけど、忍びのことは部外者には教えられないのだ。掟でそういう決まりになってるのだ。黒丸、ごめんなさい。私が勝負を受けてしまったばかりに。そういうことなら仕方ないです。でも部外者に忍者のことを教えられないのであれば、エミリーたちを万福師の弟子にしてほしいでござる。それもダメなのだ。勝手に弟子は取れない掟になっているのだ。そうでござるか。忍者になりたければ自分でその道を探すしかないのだ。わかったです。でも
その代わりに忍者のご飯をご馳走することならできるのだ。おお、ジャパニーズ忍者ご飯？そう、これなのだ。なんでござるか、このバレーボールみたいなものは。おお、ビッグライスボール。これは満腹黒丸ちゃんが食べているおにぎりなのだ。毎日10個は食べるのだ。こんなビッグなライスボールを10個、アンビリーバボーでござる。さ、どうぞ召し上がれなのだ。サンキュー、とても貴重な体験です。では早速いただくでござる。このビッグアイスボール、大きすぎて食べても食べてもなくならないでござる。グレートです。ボディの底からパワーがライジングです。あ、ライスボールの中にとんでもないサプライズでござる。これは噂に聞く究極の和食、梅干しというものでござるか。その通り、秘伝の梅干しなのだ。こんなに酸っぱい食べ物は初めてです。でもその酸っぱさがマイハートに刺さるのです。イエス、これぞ忍者の精神、ジャパンの魂でござる。日の丸の熱き血潮です。このビッグアイスボールを味わっていたら自力で忍者になれそうな気がしてきたでござる。イエス、同感です。この梅干しが進むべきロードをシャイニングしてくれるです。なんとか話は収まりましたわね。うん、よかったのだ。忍者になれそうなきっかけをつかんだらまた会いに来てほしいのだ。わかったです。これにて一件落着。 Today はいい日だったでござる。町へやってきたものの、どこで日本文化を学ぶでござるか。ジャパンはどこもかしこもオンリーワン。きっと何かがファインドできるです。確かにこれだけ人がいれば、忍者、サムライ、オニケージ、ロボット、戦隊ヒーロー、きっと素敵なサムシングに出会えるはずでござる。ジェニー、あそこに人だかりでござる。おう、イエス、きっと何か面白いことがあるです。行ってみましょう。ティナちゃん、1時間ほど休憩だって。はぁ、よかった。撮影も楽しいけど、レースをしてないと体がなまっちゃうよね。ジャパニーズアイドルは世界的にも人気があります。
中の二人を通じて日本文化を勉強したいでござる。今日はアイドルじゃなくて役者としてこの場所にいるんだけど。アクターですか？うん、神田川戦隊 Z5 って特撮ヒーローなんだけど。神田川戦隊 Z5？ いつも見てます。ゼニファン大ファンです。 Z5 は神田川を守るために戦う最強の忍者ヒーローでござる。合体ロボと巨大化超人の戦いがクールで、13話の死闘では涙が止まらなかったでござる。ジェニファーも感動のあまり興奮して腹切りしかけたです。すごい食いつきね。あれでも今までジェット5にヘルズキッチンは出てなかったです。スイちゃんたちは3クール目から登場する悪のエリート幹部なの。この前の放送でシルエットだけ出てたでしょ。ものすごく強いんだ。ジェットファイブを大ピンチに追い込んじゃうんだから。撮影現場を見学させてほしいでござる。邪魔はしないのでお願いでござる。日本文化探求のために何卒でござる。もちろん無条件でとは言わないです。ジェットウェイスに勝ったらでいいですから。急に言われてもちょっと厳しいかな。でも Z5 の出演者全員のサインをあげることはできるかも。オーマイガー。ただし私たちとレースをして勝ったらね。ティナたち、レースがしたくて仕方ないんだよね。休憩時間のうちに一勝負しようよ。いいです、お安いご用です。出演者全員のサイン絶対にゲットするでござる。時代ここにあった城は攻守ともに手強かったそうだ。この直角カーブの連続、試合運びの肝はどのあたりになるのでしょう。カーブを制す者はレースを制す。いかに連続カーブをさばききれるかが一話やウォーターゲート最大のポイント。ようこうでござる。
ごく超楽しそうなんだけど。正直混ざりたいよね。ヘルズキッチンはもっと強いんだから。もちろんです。それはファイトして分かりました。でもそんなに喜んでくれるんだったらサインあげてよかったね。そうだね、ティナちゃん。こういうファンを見るとやる気が出るね。ツイ殿、ティナ殿、本当にありがとうです。帰ったらジェットファイブの録画を見直して日本文化をもっともっとスタディします。今日はダメだったけど、いつか都合のいい時に現場を見学させてあげるね。本当でござるか。絶対絶対絶対行きたいです。それじゃあそろそろ撮影再開しそうだし、ティナたちもう戻るね。お仕事頑張ってください。テレビで見るのを楽しみにしてるでござる。さて次の学ぶべき日本文化は何にするでござる。次はアニメのことを勉強したいです。アニメを勉強するのならあの町に行く必要があるでござる。あの町って言うとまさか。そうでござる。
る。オタクの聖地、秋葉原でござる。これならいけそうです。フィギュアはハイクオリティ、一見の価値ありでござるな。でも、トゥデイはフィギュアのために参ったのではござらん。ジャパニーズレジェンドのイラストレーターにして、アニメーターのルーズソックス先生のイラスト集を買いに来たのでござるよ。そうだったです。ルーズソックス先生の忍者のイラストは最高です。その通りでござる。忍者を目指す者にとっては必読書でござる。でもルーズソックス先生のブックは一体どこに売っているですか？おかしいでござる。このショップにあるはずなのにないでござる。リミテッドアイテムらしいから、もしかしてソールドアウトとか。店員さんに聞いたでござる。やっぱりソールドアウトでござる。オーマイガー。マナちゃん、このショップオタクっぽくない？やばいってユズ、マジオタクっぽいって。おや、ババジョの二人でござる。こんなところで会うなんて奇遇です。何してるです？ピーちゃんにエミちゃん、こんなとこで何やってんの？それはこっちのセリフでござる。白石市に緑川氏こそどうして秋葉原にいるでござるか？ギャルはアニメは見ないです。ここに二人がいるのはストレンジです。うちらの先輩にイラストレーターがいてね。そんでイラスト集が発売されるっていうから買いに来たってわけ。その先輩って、もしやルーズソックス先生でござるか？おお、そうだけど。オーマイガー。おお、ルーズソックス先生に会わせてほしいです。いや、そんなこと急に言われても無理だし。会うチャンスが欲しいでござる。でも先輩忙しいみたいだし。じゃあジェットレースで私たちに勝ったら先輩に会わせてあげよっか。マナちゃん、そんな約束しちゃやばいって。平気平気、私たちがレースに負けなきゃいいだけじゃん。そりゃそうだけど。オッケー、ではジェットレースで勝負です。ただし私たちが勝ったら。ゆずどうする？二人はずっとうちらのパシリをしてもらうでいいんじゃない？じゃあそういうことで。リスクなくしてお宝なしでござる。ルーズソックス先生に会うためならやってやるでござる。絶対に負けられない勝負がそこにあるです。
秋葉原天水街、海外からの観光客でにぎわう日本を代表するサブカルチャーの聖地。長いストレートと緩やかなカーブ、レースの基本をマスターするにはうってつけのコース。約束だし、ちょっと先輩にリンクするわ。おお、ルーズソックス先生とリンクしているなんて羨ましいでござる。おお、もう返事来た。今の仕事が片付いたら遊びに来ていいって。いいレースができて楽しかったし。そうそう、うちらもうダチだしね。おお、嬉しい言葉です。じゃ、まなっちゃん、先輩のイラスト集探そっか。その件ですが、残念なお知らせがあるでござる。え？ル
ックス先生のイラストブックはソールドアウトです。マジやばいじゃん、せっかくここまで来たのに。マジでテンション下がる。もう諦めて帰ろう。待ってほしいです。え？諦めたらそこで試合終了です。もしかしたら他のお店ならあるかもしれないです。そうでござる、一緒に秋葉原を探してみようでござる。それもいいかもね。なんか慣れてきたらこの街も楽しそうだし。だね、わかった、一緒に行こう。それじゃあ白石殿、緑